皆様こんにちは安倍晋三でございます少しさんをいたしましたことをお詫びを申し上げたいと思います実は中国の陽気地国民院が訪日をしておられまして先ほど表敬を受けたところでございますがまあ30分の予定が1時間に伸びた伸びたということは話が弾んだということでございますので <laughs> 日中関係がしっかりと改善に向かって進んでいるということでご容赦を賜りたいと思いますどうぞお座話になってくださいすみません えー、経団年創立何十周年誠におめでとうございます日本の戦後の発展はまさに企業産業界の <coughs> 活動に支えられてきました経団年の皆様には常日頃政府の重要な政策の検討において大いにご貢献をいただいておりますさ、えー、昨日は坂木原会長にご参加をいただき新しい成長戦略を議論いたしました AI やビッグデータを駆使して少子高齢化を乗り越えるソサイティ5.0を世界に先駆けて実現してまいります人口が減ってもイノベーションによって成長できる日本はその第1号の証拠になれたいとこう思っています <coughs> 先週末 G7 サミットに出席をしてきました外交 安保では北朝鮮が大きなテーマとして議論されました北朝鮮の核ミサイル問題は新たな事前の脅威となった私はこの問題をについてこの点を強調しこの問題が北東アジアにとどまらずグローバルな脅威となったという認識を世界の人たちと共有することができました そしてこの問題は、国際的な最優先課題であること、北朝鮮はすべての核および弾道ミサイル計画を完全、検証可能で、かつ不可逆的な方法で放置しなければならないことで一致いたしました。しかしそのわずか2日後、北朝鮮は3週連続で弾道ミサイル発射を強行しました。 国際社会に対する明白な挑戦であり、断じて容認できません。我が国は北朝鮮に厳重に抗議し、最も強い表現で非難しました。翌日には韓国のムン・ジェイン大統領に電話し、国連の場を含め、日韓、日韓米の緊密な連携のもと、強力な対応が必要であること、日韓、日韓米で、 安全保障協力を進めることを確認しましたサミットでは伊勢志摩の行動計画に基づき G7 が連携しテロとの戦いを一層強化することで合意しましたテロの根絶に向け日本も国際社会と連携ししっかりと役割を果たしていく決意です経済では各世への不満が高まる中でいかに 保護主義を良くし重貿易を守るかそれが G7 の大きなテーマでありましたその鍵は成長と分配の好循環を作り上げることです重貿易の恩恵が広く国民に実感される中小企業等に対する取引勧告の適正化や各企業における賃上げを促す あらゆる人がその経験や能力を思う存分発揮し活躍できる環境を整えるグローバリゼーションに対する国民の不安にしっかりと向き合い対応してこそ国民が重貿易を支持し続けることができるこのことを訴え G7 として開かれた市場を維持し保護主義と戦うことで 一致することができました我が国の方針に揺るぎはありません自由で公正な経済圏を作ることが日本の繁栄の鍵であります TPP は残念ながら道仲間ですしかし11カ国が結束をし前に進めていくべきである前に進めていく考えであります 日米間では麻生副総理とペンス副大統領のもとで経済対話が発足しましたアジア太平洋全体にとってモデルとなるルール志向の枠組みを作りたいと思います日 EU ・ EPA もできるだけ早期の合意を実践させたいと思います RCEP はレベルの高いものを目指していく 日本は引き続き自由貿易の基地として自由で公正なルールづくりを主導してまいります。今、日本経済は企業収益や雇用が大幅に改善する一方、人手不足が深刻化しています。ここををを乗りり切るるには生産性を向上させせほかありません戦後の高度成長を 主導したのは改善活動など、製造業の生産性向上運動です。そのノウハウは、労働集約的なサービス業、地方の小規模企業に応用できるはずです。経団連にもご協力をいただき、製造業のノウハウを活用していただきたい。先週、榊原会長にもご参加をいただき、 私がヘッドとなり、生産性向上国民運動推進協議会を発足させました。今後、国民運動を展開し、人材不足解消に生かしていく考えであります。技術革新が加速し、外部での人材育成が必要になっています。まあ、そこで私は、明治以来とも言える大学改革に着手します。 地方大学をを強化し実実践的な教育を充実させていきます第一に実務経験のある教員を思い切って増やす産業界のニーズに合う実務教育を行うとともに何歳になっても実務を学び直せる、まあ、ここにも,もう75を超えても80を超えても さらにばればり働くことができるという方がたくさんいらっしゃるわけでありますが、そうしたリカレント教育の体制を整えてまいります。第二に、大学の経営層に地元経済界の人材を登用し、ガバナンス改革を試みます。民間出身者が大学経営に参画することで、 大学教育が就職に結びつきます企業の外で人を育てる仕組みを作るには経団連の協力が必要です新卒一回一括採用だけでなく大学でリカレント教育を受けた人材を積極的に中途採用していく方針を打ち出して いいたただきたいと考えております男性、女性はもちろんのこと、もう年齢に関わりなく、その能力を見て、どんどん採用して、日本の成長に生かしていただきたいと、こう思います。そしてまた、どんなに貧しい家庭に座っても、意欲があれば、専修学校や大学に進学できることを保障する。 高等教育の機会均等の確保を図り、格差の連鎖を断ち切ります。生産性向上にとってもう一つ大切なのは、きちっと休みを取ることです。キッズウィークを広めたいと考えています。大学、大人が子供と一緒に休みを取れるよう、学校の休みを全国一律ではなく、 地域の実情に合わせながら、分散化する取り組みであります。ゴールデンウィークは、どこもかしこも交通渋滞、疲れるし、出費もかさむ、出かけるのが嫌になって、やめとこうということも起こります。この負のサイクルを打ち破る休み方改革です。経済界の皆様には、年次有給休,休暇の取得率が、 70%にになるようその環境づくりにぜひご協力をお願いいいしたいと思います生産性上昇のための改革と人づくりのための改革に一体的に着手し成長戦略の中核として前進させてまいります安倍政権の下で女性の就業者は150万人増えました女性の 就業率は72第一子を産んだ後も働き続ける女性が初めて5割を超えましたもはや女性の活躍なくして日本経済は成り立たなくなっていますこの4年間第一児童解消加速化プランの元で保育の受け皿整備に 取り組んできましたそのペースは政権交代前の2.5倍に加速しました今年度末までの5年間で企業内保育所5万人分も含めれば53万人分が作られる見込みでありますそれでも今後も女性の就業率は上昇し保育を利用したい方々はさらに 増えていきます今度こそ待機児童問題に終止符を打つ、来年度から子育て安心プランに取り組みます。東京都をはじめ、意欲的な小池知事もお越しでありますが、<laughs> もう手を振っていただいてありがとうございます。<laughs> 東京都をはじめ、意欲的な自治体を支援するため、 待機児童の解消に必要な約22万,分22万人分の予算を2年間で確保し、遅くとも3年間で全国の待機児童を解消してまいります。つまり、国として必要な予算は2年間で十分に確保いたします。しかし、あとは地方自治体がしっかりと土地を確保し、住民の皆さんの 理解を得なががら建設をしていいくという作業がありますじゃあそうした作業も含めて2年間で予算は確保しそして遅くとも3年間で全国の待機児童を解消していくということでありますさらに平成34年度末までの5年間で女性就業率80%に対応できる約32万人分の保育の受け皿を整備しますすべての人が無理なく 保育と仕事を両立できるよう引き続き全力で取り組んでまいります。自らの未来を自らの手で切り拓くその気概が今こそ求められています。引き続き経済から皆様のご協力をいただきながら私たちの世代の務めを私たちの世代の責任をしっかりと果たしていく決意であります。ご成長。 ありがとうございました。